どうも、ズーマです。今回なんですけども、やっぱりね、この武器が最強だったということでね、動画を送っていきたいと思います。で、まあ、その最強武器っていうのはね、こちらの AK47 なんですけども、僕はね、この AK47 をね、メイン赤では、このフロストなんですけど、前も紹介したと思うんですけど、まあ今これサバーカでやってるんですよ、このプレイは。で、メイン赤では買ってなかったんですよね。まあなんでかって言ったら、黒幕を持ってて、黒幕をね、使わなくなるじゃないですか。そうなったらね、黒幕の、この先はどうなるんだということでね、もったいないじゃないかと。かわいそうじゃないかってことでね、サバーカで買うことを決意して、今サバーカでね、フロストバンド使ってるんですけども、でもね、今日メイン赤で普通に黒幕のカスタム使ったんですよ。そしたらね、このフロストに慣れてしまったらもうダメだと思って。さっきからマジで。ね、そ一つのアタッチメント差って本当にでかいなっていうのをね、痛感しましてね、これはもうメイン赤にも欲しいってなっちゃってね、結局メイン赤でも回したっていうね、まあそれぐらいちょっとフロストバンドは強いなっていうのは個人的な印象でございます。で、今回はこのフロストを使ったね、やばい固まった、結構、ほぼフロストを使ったキルになってると思います。なんでね、まあ今、一応ね、前やってた時よりかは値段は上がってるんですけど、一応まだ残ってるんでね。どこどこまあまあ、後悔しないうちにというか、なんか、のよい後悔しそうだったんですよ。メイン赤で持ってないことを。なんでね、ここは、僕は思い切って、メイン赤でも買っちゃったっていうね、まあ、本当に僕はアホなことをしてるなと思ってるんですけど、まあね、この砂漠もね、いずれ違う形で運用することを考えてますんでね、まあこれはこれで良かったのかなとは思っております。やっぱりね、まあやっぱ47は相変わらずいつも強いからね、やっぱあったらいいなっていうことでね、ナイス、うん、そこはちょっと、行くの惜しまずいったっすね。はい、ということで、ここ、初手からね、降りてきて、ここでまず1枚ですね。もうカスタムは取ってます。1枚。で、カスタムは、前回っていうか、以前ね、紹介しております。あ、ここいますね。やっぱりね、何がいいっていうのはね、クロスバンドになった時はね、拡張つけれるんですよ。その拡張の差が本当にでかい。ね、ここもね、別にリロードなくてもね、バンバン撃っていけるっていうのが本当に。もう待って、もう1枚おる。これは無理。これあと 2枚ぐらいかな、2枚いるっすね。さあ、ここは予測していっていきましょう。まだいるね。やばい、無理。奥いますね。いやー、ギリギリ危ない。いや、これ、あれっすよ。もう1枚あるか。さあ、ここも3人倒して、これ全部倒したかな。いや、プラス強い。やっぱ弾薬数って大事。ありがとう。さあ、ここはね、みんな蘇生していきましょう。私、1枚しかやってない。申し訳ない。でね、みんなのこと待ってたらね、ヘリが来たんですよね。あ、どうしよう。まあ、どう戻る。ここは多分みんな物資を取りに来たかな。ああいう的にはね、こう、グレをお見舞いしてあげるのが良さそうですね。一人でやってくれる。で、まさかのね、これね、グレ一発で、グレ一発でね、4人倒すっていう。これ相手からしたらね、えってなっただろうね、きっと。やばー。ね、これ物資埋め埋めしていきましょう。じゃあ、ロックオンされて若干、さあ、そこから移動して。入るんですよね、ダメージ。最初あちらへんまで来ます。あ、ポルターいますな、あっち。いるよ。ヘリも来たな。ポルターいる。なんか来たくね。一回ね、このフロスバンドに慣れてしまったらね、やっぱ戻れなかったな。うん、戻れなかった。なんでこいつ来たと1枚で。さあ、ここのヘリを倒していく。引いたか、さすがに。さあ、終盤はノーカットで行きたいと思います。バレてる、なんか。固まった。原子力。皆さんね、多分、おそらくね、フロスト買った人はね、もともとレジェンド持ってた人もいると思うんですよ。どうでした？どういう気持ちでした？なんかね、これ使わんくなるかなっていうのもあったと思うんですよ、心のどこかで。これやり合ってる。ね、やっぱりそこは、もう、なんだろ、やっぱ弱肉強食でもないけど、やっぱ強い方をね、選ぶっていうのが普通なんかなっていうのも、ちょっと思いましたね。そっちか。まあ、僕は後悔してないです。うん。全然してないよ。あー、アンチこっち？じゃあ、ナピさんの場所が良くない？ね、今日のね、配信でも午前中配信してて、その配信でね、黒幕のカスタム使ってたんですけどね、やっぱりその時にすごい痛感しちゃったんですよ。ああ、やっぱフロストバンドの方がいいなっていうのをね。もう、それを思ってからちょっと決意したというかね、これはダメだ、メイン赤にあった方がいいってなったんですね。これに限っては。まあ、47も僕も結構メインとして使う武器でもあるのでね。やっぱよく使う武器っていうのはね、そこはちょっと惜しまないでおこうっていうのは、ちょっとあったかな。他の武器だったら多分微妙だった。分からんかったかもしれんけど。あ、
辺から撃たれた。例えば E7 だってあると思う、うん、そのエピックであのドットサイトみたいなついてるやつがあると思うんですけど、僕はあれは買ってなくて、なんでかっていうと47の方が使うからっていう理由でね、やっぱよく使う武器にはちょっと惜しまないでおこうっていうので、ね、買っちゃったよね。トラマスク送る、俺のところ。残り敵は少ない。あっちよりね。カットの俺のトラマス地獄に。こっちいますよ。ああ、そこいるよ。いますよね。ここも倒して残り2チーム。あと2人かな。あれやったの？やっぱこのサイト見やすいんですよ。このサイトに慣れちゃったらね、なかなか戻れないですよね。ナイス。ナイス。ズマさんスキンがおった。僕と同じスキンがおったっぽいですね。どっちやろ、チャーリーかな。いや、多分違うな。アーティリーちゃんの方やな、きっと。もう死ぬ覚悟で詰めよう。ほんとだね、右にいるよ。みんな詰めてくっぽいんでね、これはカバーしていきましょう。やっぱ47は結構中長距離でね、使えるっていうのがやっぱ強いよね。金枠じゃないかな、これ。違うか。あ、いますな、こう。あの岩浦っすね。お、ちょっと熱だぞ。左からね、肉ちゃんが詰めてったんで、僕は右から行きたいと思います。トリクサー見破ってナイス GG という方でいかがだったでしょうか。ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。それではまた、バイバイ。